友達は多いけど親友は少ないその理由を心理学的に解説しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい突然ですけどあなたに質問ですこんなことはありませんか いつもみんなといると明るくて楽しい雰囲気にはなるんだけど全然距離が縮まらない何を話したらいいかも分からない仲良くなれない昔の僕がそうでしたそれはねあることができていないんですよ僕もそれができていなかったからみんなでパーティーしたり宴会したり大勢で遊びに行くのは全然大丈夫だったでも 2人っきりになると何を話したらいいかわからんいつも気を使ってしまって浅い会話しかできないそんな感じでなんやろ距離がね全然縮まらなかったんですよ。今日はね 人と仲良くなれない超シンプルな理由とこれからあなたがすべきことについて解説します。この動画を最後まで見ていただけたら仲良くなりたいなって思うあなたの大切な人との関係をがね、こうぐんぐんこう距離を縮めることができていい関係を育めるようになるので最後までご覧ください。 えこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣やライフスキルを全力で紹介しています。えー、興味があればチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SNS でも毎日発信してますので概要欄からつながってください。それでは本題に行きましょう。えー、なぜ人と仲良くなれないのか、友達から親友になれないのか、友達から彼女になれないのかということですよね。 その理由はこちらです。はい、自己深度が浅いから <laughs> 自分のことを自分で分かっていないからなんですよ。 はい自己振動っていうのは自分のことをどれだけ分かっているのかこれメタ認知と言いますよね客観的に自分のことをどれだけ認知しているのか理解できているのかそういうことなんですこれが自分で自分のことが分かっていなかったら相手と深い関係を築くことができないんですよはいで自己振動っていうのはレベルがねいっぱいあって、まあ、例えばレベル1から5までね、まあ、5ま 以上もあるんですけど、まあ5まででね、ちょっと解説すると、例えばですよ、好きなも、えー、好きなことは何ですかって僕聞かれました。好きなことは何ですかって聞かれました。じゃあ、うーん、読書が好きかな。これレベル1ですよね。言われたことに対して、こうかなって答えこれレベル1です。で、レベル2は、その目的です。目的であって理由なんですね。で、なんで読書が好きなのとか、その読書をやったらどんないいことがあるの これが理由であったり目的。これレベル2ですよね、えー。読書をすると新しい知識を知ることができる。これがレベル2ですよ。このさらに深いところにレベル3があるんです。その、えー、新しい知識を知ったらどんないいことがあるのか。それは、うーん、困ってる人がいたら助けることができて、その人といい関係を築ける。感謝もされるし、ありがとうも言ってもらえるから。 でこれがレベル3でじゃその先レベル4じゃそれをするとどんないいことがあるのかそれは困っている人を助けるということは感謝をされるそこにビジネスが生まれるその報酬として、えー、と対価としてお金をいただけるということだからそういうことを繰り返していたら自分がやりたいことであったり好きなことを仕事にできるようになる。 これがレベル4でそれを続けていくとどんないいことがあるんだろうかこれがレベル5ですよね、えー、じゃあ自分がやりたいことを仕事にしてるとやりたいことをやってるから自分の最高のパフォーマンスを発揮できるね自分の実力を発揮できて自分もいろんなことを学んでそして問題も解決するそして問題解決すると、ま、もっともっと感謝されるようになって、えー、仲間も集まってくるそうすることで自分らしく生きることができる。 ということです僕は読書が好きというところから自分らしく生きるというところまで深いところまで今たど、えー、り着くことができました、ね、何が好きなのかという興味や関心から、えー、自分らしく生きるという人生の目的ゴールまで一直線でつながりましたよねこれがねめちゃくちゃ大事なんですよ、ねえーっとね、例えば僕はレベル1の人間やったら「読書が好きです」ってで「なんで好きなの?」って言われたら「うーん」 なんとなくとか分からへんでもなんか好きなのっていうレベルこれがレベル1ですね僕がレベル1の程度やったら相手もそのレベルに合わした 会話ををししててくくるる付き合いをしてくるこういうい法則があるんですよね、まあ、これ自己開示の法則といって自分がどれだけ開示したかによって相手も開示してくれるってことなんですよ。自分がレベル1レベルのこと、えー、これが好きっていうぐらいの開示やったら相手もこれが好きっていう開示をしてくるでも自分が本当にこんなことが困っているとかこういう夢があるんだっていう人生の目的とか本当に困っていることを話すそういうことを開示することができたら相手もそれに合わせて開示をしてくれるんですね。 けどでこの自己開示をするためにはまず自分自身が開示するためには自分自身が自分のことを知っていないとできないですよね。 ね、自分がどんな,なんやろ困ってることがあるのかっていうのを自分自身が理解していないとどんな夢があるのかって自分自身が分かっていないと開示もできないんですよだから自己開示をする前に自己深度を高めるってことが大事なんですねはいでそういうことなんですだから僕がね読書が好きとかねカレーライスが好きとかそのレベルやったら相手もあそうな俺も読書好きやでとか俺はカツカレーが好きやなとかそのレベルの会話しかできないんですよねで例えば僕がレベル1やのに相手がね人生の目的 を話したとすするじゃないですか僕は読書をしているそれは自分らしく生きるためなんだみたいな人生の目的深い話をした時にレベル1の僕はそれを受け止めることができないんですよ。わあすごいなとかえそうなんやすごい浅いレベルでしか受け止めることができないんですよ。そうすると相手も 何この人全然分かってないなこの人軽いなと思ってその人には二度と深いい話をしななようになる相手に合わせたレベルの話レベルの付き合いしかしなくなるんですよ。でね話を聞いてる人もそうですよ。僕がレベル1で人生の目的を語られたらなんか自分が負けたような気になって劣等感、ね、感じるんですよね。ううわわななんんかかあの人意識高いうわなんか 負けてるこの人と言うと嫌やなって居心地が悪くなって自分もその人から離れていくんですよだから人間っていうのは同じレベル同じ意識レベル同士の付き合いをするっていう法則があるということなんで相手と深い関係レベル5の関係を築きたいんやったら自分自身が自分自身の自己振動を深めることが大事なんですよ、はいねはい、じゃあそれどうやって自己振動を高めるいや深めていく その方法どうやったらいいのかはいこれは簡単ですそれをやったらどんないいことがありますかこの問いを5回するということです自分にそれを問うということなんですはい、えー、じゃあ僕が読書が好きだと読書が好きじゃあ読書をするとずーっと続けているとどんないいことがありますか さっっき言ったように新しい知識が得られる新しい知識を得られるとどんないいことがあるか、えー、それは困ってる人を助けることができるそれをするとどんないいことがあるか好きを仕事にできるそれをするとどんないいことがある,とじあるか自分らしく生きることができるというようにそのその それをねずっとやり続けたらどんないいことがあるやり続けた状態をしっかりとイメージしますよ。僕がずっと読書、毎日毎日読書しているのをイメージして、そのイメージして、それをずっとやり続けたら、その先にどんないいことがあるのかっていうふうに通っていくんですよ。こうイメージすることがなですよ。頭で考える、ふーって考えるだけじゃない。ちゃんと心、ここまで落として、それをやってること、や,やるとどんないいことがあるだろう、それをやってる状態をイメージするんですよ。想像して、その先をイメージして、それを言語化する、言葉にするということです。でレベル1から5まで見 見えたらそれをねストーリーにするんですよ。自分がやりたいという興味や関心とゴールがその見えたわけでそのゴールを一直線にするんですね。それを言葉にしてストーリーで語るんですよ自分の中で。えー、じゃあ僕が読書をしているのは 新しい知識を得るためです新しい知識を得れば、えー、困っている人を助けることができるし自分がやりたいこと好きを仕事にすることができるそうすれば自分の力を発揮できて最高の自分を表現し,しぶ幸せにそして自分らしく生きることができる、はい、一直線になったでしょこれを、えー、興味関心から人生の目的まで一直線にしてその逆もするんですよ、はい、僕は 最高の自分を表現して自分らしく生きたいと願っていますそのためには好きを仕事にすることが大切でありそのためには困っている人を助けることが大事である困っている人を助けるためにはいろんな知識を得ることが大事でだから僕は本を読んでいるんです。 というようよに、えー、自分がやっていることを、えー、人生の目的につなげてその人生の目的からやっていることにつなげていくそれを何度も何度も自分の中で言葉にしてストーリーにして、えー、語っていく自分で一人で語ったらいいんですよそれをすればどんどん自己深度がね高くなっていくし今やっていることとそしてやりたいこと将来やりたいことが一直線につながるはい。 これができていったら相手はどんな深い話をしてもそれを受け止めることができるんですよ。それを自己開示するかどうかっていうのはまた別の話です。自己開示しなかったとしてもレベル5の自分でいたらレベル5の話をちゃんとちゃんと理解してちゃんと 受け止めるることができるんできんすよそれを返りするかどうかはあなたの選択でもレベル5の意識を持っていたら受け止めることができるで相手もああちゃんと分かってもらえたんだっていう気持ちになるんですよそうなるから関係が深まっていくレベル1の関係からレベル2へ2から3へ4から5へとで友達からただの知り合いから友達になって親友になってパートナーになったり彼女になったりそういう風になっていくということなんですはいということで今日はね えー、なんだろうね、えー、な人とな仲良くなれない超シンプルな理由とこれからすべきことについて解説しました、はい、人と仲良くなれないのは自分の自己振度が浅いから自分のことを全然理解できていないからなんですよだからなんでそうなのって聞かれたらなんとなくとかな分からへんってなってるそうなっていると相手もそのレベルに会話しかできなくなるから、えー、必然 それが言いたかった、はい、なのでなんとなくとか分からへんっていうのはそのままにしない、うん、そこでしもうええわじゃないんですよそのなんとなくの先を見ようとする考えようとするそれをしない限りは絶対どんなことがあっても相手と深くなれない。 これだけは約束します、はい、でどんなコーチングのテクニックカウンセリングのテクニックでね聞く技術とかもあるんですけど聞く技術のその前に自分がどれだけ自己一致しているのか深いところとどれだけつながっているのかこれねこの自己一致なしにテクニックをつなが使うと相手はコントロールされた気になるんですよね、はい、だからちゃんと自己一致した状態でそのいろんなコーチングやカウンセリングのテクニックを使っていくことでその効果を最大限に発揮できるということなんですだからなんとなくとか わからへんっていうのはそのままにしない。うん、もやもやとかもそのままにしない。そこの先をちゃんと言葉にして、そしてストーリーにする。それがすごい大事かなっていうふうに思っています。えー、少しでも勉強になった、ためになった、そしてお勝ち頑張れ、マックス今日もいいねって思われた方は高評価ボタン押してくれたら嬉しいです。えー、高評価じゃなくても何かしらの 低評価でも OK です。最悪ね。評価をしてもらえたら嬉しいです。はい。ということで、このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための考え方や生き方、そして行動習慣を紹介しています。えー、自分らしく生きたいと考えているあなたは、チャンネル登録ボタンを、あこうじゃないな。<laughs> こう押してもらって、仲間になってください。はい。ということで、G& それでは、ワンダフルな一日をお過ごしください。今日もありがとう。バイバーイ。